ボコスカウォーズを紹介するよ。1984年にアスキーから発売されたゲームだよ。結構古いゲームなんだね。そうだね。でも今でも語り継がれる伝説のゲームなんだ。パッケージにはロールプレイングって書いてあるんだけど、実際はシミュレーションゲームに近いんだ。ロールプレイングじゃないの？戦略性が強いんだ。でも面白いのは戦闘システム。なんと敵との戦闘の勝敗は運で決まるんだよ。え、運だけで決まっちゃうの？そう、だから最初の敵でやられることもあれば、運が良ければ結構先まで進めちゃうんだ。それって理不尽じゃない？まあね、でもそれが魅力でもあるんだよ。ゲームの目的はオボレスを倒すことなんだ。オボレス？変な名前だね。うん、でもこの名前が忘れられないんだ。ゲームの BGM に合わせた歌があって、説明書に歌詞が書いてあるんだよ。へえ、珍しいね。どんな歌詞なの？スズメボコスカっていう歌なんだ。 BGM を聞くと今でも歌詞が頭に浮かぶくらい。そんなに印象的な歌なんだ。そうなんだ。実はね、都市伝説があるんだよ。この歌を歌いながらプレイすると勝率がアップするとか。え、本当？まあ 100% 都市伝説だけどね。でもニコンのマイクを使って歌えば、もしかして。もしかして何？いや、何でもない。妄想だよ、妄想。ところでこのゲーム、主人公はスレン王国の国王なんだ。横スクロールで左に進みながら仲間を集めて敵を倒すんだよ。へえ、王様が戦うの？かっこいいね。でも王様が倒されるとゲームオーバーなんだ。しかも雑魚敵との戦いでも運が悪いと死んじゃうことも。王様なのに弱すぎない？まあそこがこのゲームの面白いところでもあるんだよ。あとキャラクター同士に相性があるんだ。例えば親衛隊は強いけど兵卒には弱いんだよ。へえ、奥が深そう。そうなんだ。でもキャラの動きが不便なんだよね。全員、王様のみ、騎士全員、兵卒全員の4つしか選べなくて、意図しない動きになることも。操作性はあまり良くないんだね。うん、でもそれも含めて味があるんだよ。ちなみに2016年にボコスカウォーズ2も出たんだ。え、30年以上経って続編が？そう、 PS4 と Xbox One で遊べるよ。興味があったらぜひプレイしてみてね。でも最初に元祖をやってみたいな。そうだね、運試しのつもりで楽しむのがいいかも。そして負けてもスズメボコスカを歌うんだ。ボコスカって感じ？楽しそう。世紀末悪魔の逆襲を紹介するよ。1986年12月25日に発売されたファミコンゲームだ。クリスマスに悪魔のゲーム？面白い発売日だね。そうだね、世紀末らしいユーモアを感じるよ。このゲーム、音楽系アーティストとコラボしたファミコンゲームの先駆けなんだ。へえ、それはすごいね。でも残念ながら世紀末の曲は使われてないんだ。え、せっかくのコラボなのに？そうなんだ、これが大きな問題点の一つだったんだよ。ゲームの内容を説明すると、デーモンコグレカッカを操作するんだ。ゼウスに連れ去られた仲間を助けて、奪われた悪魔経典を取り戻すのが目的なんだ。デーモンコグレカッカを操作できるの？かっこいい。でもね、操作性が非常に悪いんだ。敵キャラのパターンも理不尽で難しいんだよ。え？せっかく期待して買ったのに。そうなんだ、多くのファンが失望したみたいだね。でも世紀末の世界観は忠実に再現されてるんだ。どんな感じなの？生き血や蝋人形なんかのアイテムがあるんだよ。今じゃ表現しづらいものばかりだね。怖い。でも世紀末らしいね。そうだね、世紀末な雰囲気もバッチリだよ。前後面合成で、各面に仲間が一人ずつ囚われてるんだ。5人いるんだ。全員助けられるの？でも各面で楽器アイテムを必ず購入しないとダメなんだ。全部揃わないとクロミサ、ライブ、
ができなくてバッドエンドだよ。え、そんな罠が。そう、隠しコマンドでコンティニューもできるんだけど、使うと楽器アイテムが消えちゃうから結局クリアできないんだ。なんだか意地悪な設定だね。世紀末らしいといえばらしいけどね。武器はドル袋を集めてレベルアップできるんだ。石、ジャックナイフ、斧、炎弾、コウモリって感じで。コウモリが最強なの？面白い。そうなんだ。でも敵の攻撃で制限時間がどんどん減るんだよ。生き地で回復できるけど、なかなか厳しいゲームだね。評判はどうだったの？うん、あまり良くなかったみたいだね。ファミコン通信の評価は40点満点中21点だった。半分ちょっとか、厳しめだね。そうだね、三浦淳さんもクソゲーって言ってるよ。立体感の全くない画面と暑苦しい世界だって。世紀末ファンの三浦さんが言うなんて。そう、世紀末の人気だけで売ったゲームって評価も。でも MSX にでは世紀末の曲が使われてるんだ。え、じゃあ MSX にの方が良かったの？曲はね、でもあまり売れなかったみたいなんだ。世紀末ファンの多くが MSX にを持ってなかったからね。なんだか全体的に不遇な感じだね。そうだね、でもだからこそ伝説になったのかもしれないよ。今じゃ幻のゲームとして語り継がれてるんだ。へえ、プレイしたひとハロー人形になっちゃうかも。そうかも。でもそれはそれで世紀末らしいエンドかもね。スーパーマンというファミコンゲームを紹介するよ。1987年12月26日に発売された日本製のゲームなんだ。スーパーマンって日本のゲームだったの？そう、意外だよね。でも日本人向けに作られたんだ。キャラクターデザインに漫画家の石川純先生を起用して日本人に馴染みやすい雰囲気にしたんだよ。へえ、それは面白いね。ゲーム内容はどんな感じ？横スクロールのアクションゲームなんだ。主人公のクラーク・ケントが電話ボックスに入るとスーパーマンに変身してパワーアップするんだよ。電話ボックスで変身、まさにスーパーマンだね。そうだね、変身すると飛行能力やブレス能力が使えるんだ。でも HP が減るとクラークに戻っちゃうから注意が必要だよ。なるほど。でもスーパーマンなのに弱くない？まあゲームバランスのためかな。それに雑魚敵の普通の人間と対マン張れちゃうんだよ。え、それってスーパーマンじゃないじゃん。そうなんだ、ツッコミどころは多いんだけど、原作の設定はかなり細かくゲームに取り入れてるんだよ。へえ、原作ファンには嬉しいかも。うん、でも実はそうでもないんだ。キャラデザの変更や妙な設定でスーパーマンらしさがかなり薄れちゃってるんだよね。あれ？じゃあ誰向けのゲームなの？そこが難しいところなんだ。ゲーム自体は遊べないことはないんだけど、探索がかなり大変でヒントも少ないんだ。うわあ、難しそう。そうなんだ。例えば2面で株の暴落の原因を取材せよって言われるけど、証券取引所の場所を誰も教えてくれない。え、どうやって探すの？そう、ノーヒントで探すしかないんだ。しかもマップがやたら広くて何もないエリアも多いんだよ。それは大変そう。でも面白い要素はないの？もちろんいくつかあるよ。例えばステージクリア時に鳥だ、飛行機だ、いやスーパーマンだってセリフが出てくるんだ。原作ファンにはたまらないよね。あ、有名なセリフだ。それは嬉しいかも。あとBGM は映画のテーマ曲がずっと流れてるんだ。かっこいい。でもずっと同じ曲？飽きない？まあそこは賛否両論かな。あ、そうそう、妙なバカ要素もあるんだよ。え、どんなの？例えばコンピューターセンターの中に竹林があってタケノコが襲いかかってくるんだ。タケノコ？どういうこと？さあ、理由は謎だね。でも倒すと微妙な情報がもらえるよ。あと FBI のキャラが実はバブルガムブラザーズだったり。意味わかんない。でもなんだか笑えるね。そうだね、
不思議な魅力があるんだよね。当時は好きでプレイしてた人も多いんだ。へえ、でも映画は見たことないって人も多いの？そうなんだ。ゲームだけ遊んでた人も結構いるみたい。ちなみにこのゲームをクリアするのはかなり難しいんだ。そうなの？でもクリアした人もいるんでしょう？当時小学生だった人がノーヒントでクリアしたって話を聞いたことがあるよ。すごいよね。え、小学生でクリアできるの？天才じゃん。本当だね。今思えばよくあそこまでやり込めたなって。さて、こんな感じだけどプレイしてみたい？難しそうだけどちょっと気になるかも。そうだね。難しいけど独特の魅力があるんだ。きっとスーパーマンじゃなくてスーパー忍耐力が身につくよ。パチコンというファミコンゲームを紹介するよ。1985年11月21日に東芝 EMI から発売されたんだ。パチコン？パソコンじゃなくて？そう、パチンコのゲームなんだ。ファミコン初のパチンコゲームだよ。タイトルもパチンコプラスファミコンで、パチコン、なんだ。へえ、面白い名前だね。どんなゲームなの？基本的にはパチンコ台の前に座ってパチンコを打つ体験ができるんだ。240種類の台があって、好きな台を選べるよ。240種類も、すごい種類の多さだね。うん。実はね、台の色と釘の配置を変えただけで、実質的には2種類の台しかないんだ。え、それって詐欺じゃない？まあ、そう思う人も多いね。でも、当時としては、これだけ釘パターンを用意したのはすごいことかも。なるほど、ゲーム性はどうなの？2つのモードがあるんだ。A モードは3000発まで増やすタイムトライアル。B モードは10分間でどれだけ弾を増やせるかを競うんだよ。へえ、結構やりごたえがありそう。うん。実はそこが問題なんだ。ゲームが単調で時間がかかるんだよね。え？どういうこと？例えば、B モードは10分間ずっと弾を打つだけ。しかも、BGM もないから、ただ、シャラシャラ、という、弾の音だけが延々と続くんだ。え、それは退屈そう。そうなんだ。でも、当時のパチンコってそんな感じだったんだよ。軍艦マーチ、世代のパチンコってやつさ。軍艦マーチ？パチンコで軍艦マーチ？昔のパチンコ屋さんでよく流れてたんだ。でも、このゲームにはそれすらないんだよね。なんだか寂しい感じだね。他に面白い要素はないの？実は、隠しメッセージがあるんだ。開発スタッフの愚痴が書かれてるんだよ。え？愚痴？どんな内容なの？開発者が不本意な仕上がりで出さざるを得なかったって、ことが書かれてるんだ。結構衝撃的な内容だよ。へえ、開発の裏側が見れるんだね。でも、それって大丈夫なの？まあ、当時はそこまで厳しくチェックされてなかったのかも。でも、これがこのゲームの一番の魅力かもしれないね。なんだか複雑な気分になるな。そうだね。でも、パチンコの歴史を知るには面白い資料かも。ちなみに、弾が釘に詰まると、キャラを操作して、弾を外しに行くモードになるんだよ。ええ？それってパチンコ屋さんの店員さんの仕事じゃない？そう、リアルなパチンコ体験ってことかな。笑い。なんだか変なゲームだね。でも少し気になるかも。現代のパチンコしか知らない人には新鮮な体験になるかもしれないね。ただ遊ぶなら本物のパチンコは絶対ダメだよ。もちろん、ゲームだけにしとくね。おにゃんこタウンというファミコンゲームを紹介するよ。1985年11月21日にポニーから発売されたんだ。おにゃんこ？おにゃんこクラブみたいな名前だね。そう、多分そこから取ったんだと思うよ。でも、ゲームの内容は全然関係ないんだ。へえ、どんなゲームなの？母猫のミルキーを操作して、迷子の子猫マイケルを探して家に連れ帰るアクションゲームなんだ。かわいい設定だね。楽しそう。うん。設定は可愛いんだけどね。ゲーム内容がちょっと単調なんだ。え？どういうこと？基本的に敵を避けながら子猫を家に連れ帰るだけ。っていう感じで、
ステージを繰り返すだけなんだ。でも、アクションゲームならそんなもんじゃない？そうだね。でも、このゲームには特徴的な要素があるんだ。例えば、マンホールを遠隔操作で開けられるんだよ。マンホール？なんで猫なのにマンホール？そう、不思議だよね。でも、これで敵の犬を落とせるんだ。平安京エイリアンっぽい要素なんだよ。へえ、面白そう。他にはどんな特徴があるの？魚屋の魚を取るとパワーアップするんだけど、その代わりにおっさんに追われちゃうんだ。え、パワーアップなのに追われるの？そう、しかも子猫を連れてるとジャンプできなくなるし、パワーアップの意味があんまりないんだよね。なんだか中途半端な感じだね。そうなんだ。でも一番の問題は BGM かもしれない。 BGM？ 音楽のこと？どんな感じなの？8秒でループする甲高い音楽なんだ。しかも原曲の良さが全然活かされてないんだよ。8秒？短すぎない？そう、しかも長時間聴いてると頭がおかしくなりそうになるんだ。音楽メーカーのゲームなのにこのクオリティなんだよね。え、それはちょっとひどいかも。でも不思議とこの BGM が耳に残る人も多いんだ。中毒性があるっていうか。へえ、でも長時間プレイするのは大変そうだね。そうだね。でも当時の友達は夢中でプレイしてたらしいよ。画面のキャラを動かせるだけで楽しかった時代だからね。そっか、今とは違うんだね。うん。でも平安京エイリアンの方が人気があったみたい。このゲームはなぜかハマらなかった人も多いんだ。難しそうだけどちょっとやってみたい気もするな。そうだね。でも BGM には気をつけてね。頭がおかしくなりそうになったらすぐにやめるんだよ。わかった。でもそんな危ないゲームで大丈夫なの？まあ当時はそこまで気にされてなかったんだろうね。今ならクレームの嵐かもしれないけど、笑い。キングスナイトというゲームを紹介するよ。キングスナイト？聞いたことないわ。1986年にスクウェアから発売されたゲームだよ。フォーメーション RPG って銘打ってるけど、実はシューティングゲームなんだ。え、RPG じゃないの？そう、意外な展開に驚く人も多かったんだ。4人の勇者を操作して、お姫様を救うんだよ。4人も操作するの？大変そう。実は1ステージに1人ずつ操作するんだ。最後のステージで4人揃って戦うんだよ。なるほど。でも RPG 要素はあるの？アイテムで成長したり魔法を使えたりするよ。でも基本はシューティングゲームだね。面白そう。難しそうだけど。そうなんだ。実はかなり難しいゲームなんだよ。一人でも死んじゃうとクリアできないんだ。え、そんな厳しいの？うん、だから無理ゲーって言われてたんだ。でもそこがハマる人にはたまらないんだよ。なるほど、マニアックな魅力があるのね。そうそう。あと連射パッドが必須なんだ。指が痛くなっちゃうくらい連打するからね。へえ、本当に大変そう。でも坂口博信さんが初めて携わった作品なんだ。後のスクウェアの礎になった作品とも言えるよ。すごい由来があるのね。そう、だからファンも多いんだ。最近までスマホ版も出てたくらいだよ。へえ、今でも人気があるんだ。うん、根強いファンがいるんだよ。ドラクエを買いに行ってこれを買った人も多いんだ。え、なんで？パッケージに釣られちゃったんだって。 RPG っぽい絵柄だったからね。そりゃびっくりだわ。でも意地になってプレイした人も多いんだ。当時は中古買取もなかったからね。なるほど、今と違って大切に遊んだのね。そう、だからこそ思い出深いゲームになったんだよ。キングスナイト挑戦してみる？うん、ちょっと怖いけど面白そう。頭脳戦艦ガルご紹介するよ。1985年12月14日に発売されたファミコンゲームだ。ファミコン初の RPG って聞いたけど本当？実はそれが面白いところなんだ。デイビーソフトはスクロール RPG と呼んでたけど、実際はただの縦スクロールシューティングゲームだよ。え、RPG じゃないの？
RPG って言葉が日本で浸透する前だったんだ。だから RPG って書いとけば売れると思ったのかも。でもトルアーガの塔が先に出てたんだよね。なんだか詐欺みたいだね。まあそう言われても仕方ないかも。ゲームの内容を説明すると、戦闘機を操作するんだ。ジスタス21っていう戦闘機なんだけど。戦闘機、 RPG っぽくないね。そうなんだ。敵を撃ってパーツを100個集めるんだよ。地底、コア、宇宙とステージが変わっていくんだ。100個も集めるの？大変そう。そうなんだ。これが最大の理不尽ポイントなんだよね。100個集めないとラスボス、ドラッグが出てこないんだ。ドラッグ、薬物みたいな名前だね。まあ、宇宙空間制御装置だからね、薬物よりやばいかも。でも、ゲームシステムには面白い要素もあるんだ。敵を倒すとレベルアップする仕組みがあってね。それは RPG っぽいね。でも突然パワーアップするから驚くよ。あと、隠しアイテムがたくさんあるんだ。バックンとか、バルキューレとか変な名前のやつ。バックンって、可愛い名前だね。可愛いけど、出現条件が厳しくて見つけるの大変なんだ。中には、ウォルフっていう完全無敵になるアイテムも。無敵アイテムがあるなんて、優しいゲームじゃん。いやいや、これがクセモノなんだ。出現条件が厳しすぎて、普通じゃ見つからないんだよ。え？じゃあ結局難しいじゃん。そうなんだ。でも、無敵コマンドもあるんだけどね。ただ、壁に当たると無敵でも死んじゃうんだ。無敵なのに死ぬの？意味ないじゃん。そうそう、そこがこのゲームの突っ込みどころなんだ。あと、バグエリアっていうのもあってね。そこに入ると二度と出られなくなっちゃうんだ。怖い。ゲームオーバーになっちゃうの？いや、フリーズしちゃうんだ。リセットするしかないよ。でも、高得点を出すとバッジがもらえるんだ。へえ、それは面白そう。どんなバッジなの？20万点で、ジスタスバッジ。100万点で、ガルクン賞、だよ。でも、100万点出すのは至難の業かもね。このゲーム、評判はどうだったの？うん、あまり良くなかったみたいだね。ファミコンマガジンの評価は30点満点中 15.6 点だった。半分くらいか、まあまあ。いや、結構厳しい評価だよ。三浦淳さんは、クソゲーって言ってるくらいだし。え、そんなにひどいの？杉山浩一さんも酷評したって噂があるんだ。でも、作曲した斉藤康人さんは、噂を楽しんでる、らしい。自虐ネタにしちゃうなんて、すごいメンタルだね。そうだね。今じゃ伝説の、クソゲー、として有名だよ。でも、だからこそ今でも語り継がれてるんだよね。確かに、悪名は無名に勝るってやつかな。そうかも、ゲーム史に残る、新作、として愛されてるんだ。ファミコン、ファミコン、なぜあいつの奴隷なんだ。殻の中で毎日戦う。ファミコン、ファミコン、そろそろ理解しろよ。ファミコン、実は自分に恐れてる。殻の中から抜け出すこと。